こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフ針灸整体院院長の笹原健太郎です。本日はこちらですね、脊柱管狭窄症になる3つの大きな原因について話をさせてもらいます。で、今日なぜこの話をするのかと言いますと、脊柱管狭窄症、最近テレビとかでも取り上げられることが多いので、まあ、名前知ってる方が多いと思うんですけども、なぜどういう原因があってなるのかっていうのはあまり知らない方が多いですので、今日は特に大きな3つの考えられる原因について、詳しく知っていただければなと思い、この動画を撮らせていただいております。はい、ではまず一つ目ですね。もう老化ってことも嫌よく言われると思うんですけども、脊柱管狭窄症に限ってやっぱり老化がかなり影響します。若くでこれなる方っていうのはもうほとんどいないですね。もうやっぱり年齢いってからなる、まあ、病気だと思ってください。で、なぜ老化になるのかと言いますと、年齢重ねれば重ねるほど、言うたら背骨にずっと負担がかかってますよね。で、その負担に対して人間は守ろうとするんですね。守ろうとするので、こういった背骨とかがだんだんと背骨自身も弱くなってくるので、こうやって横に面積を広げて変形してきたりするんですね。変形してきたりとか、椎間板っていうここの間にあるクッションとかも変形してきます。変形してきて神経を圧迫しやすくなるんですね。で、あとこの後ろに、ここに黄色靭帯というのがあります。 LIG というのは靭帯ですね。この黄色靭帯っていうのがすごい脊柱管狭窄症に関係すると言われてまして、ここの靭帯がもう常にやっぱり年齢重ねて負担かかってくると、もう守ろうとして分厚くなってくるんですね。で、分厚くなればなるほど、この神経の脊髄の神経の方に圧迫してきて症状が出ると言われています。なので老化で負担かかることによる背骨の変形であったり、後ろにある黄色靭帯の飛行で分厚くなることによって脊柱管狭窄症になってきます。これがまず一つ目の原因ですね。で、まず次二つ目の原因です。滑り症ですね。で、滑り症も聞いたことあるとは思うんですけども、この背骨が前に滑ってしまうんですね。ぐーっと前に、で、前に滑ると背骨自身が前に行くんで、ここの間狭くなるのなんとなく分かりますよね。なので滑り症が原因によって脊髄の神経の通る管が狭くなって圧迫されるっていうことも原因として考えられます。で、滑り症っていうのは年齢いってから背骨自体が弱くなって滑る場合と、あと若い時ですね、若い時に背骨のこの部分、こういうところが椎間板ですけども、ここが疲労骨折とか、だからスポーツとかよくやってた方で多いんですけども、骨折することでによって分離、前に滑ることがあります。分離滑り症というんですけども、で若い時はまだ出ないんですけども、年齢いってからその分離滑り症が引き金となって脊柱管狭窄症を発症する方もいてます。なのでこの滑り症も原因の一つとして考えられます。で、最後3つ目ですね、腰を反るですね。で、脊柱管狭窄症っていうのは最初に言った黄色靭帯ですね、ここが原因することが非常に多いんですね。黄色靭帯です。で、黄色靭帯どうやったらさらにこう神経刺激するのかと言いますと、腰を反る動作なんですね。反る動作するとここが前に行くので圧迫されやすくなります。なので基本的に脊柱管狭窄症の方は腰反るとすごい症状がひどく出ます。で、特に年齢いった方ってこういう歩き方になってますよね。こう前かがみになって、で、前かがみになって歩くってほとんどなくて、このままね、前に見ようとして腰を反るんですよ。軽く反りながら歩いてる方が多いんですね。なので無意識に腰を反りながら歩いてるせいで脊柱管狭窄症がひどく出て、歩く症状で歩くのですごい歩きにくいとかいう症状が出てきます。なので腰を反る、言ったらこうなってるのをちょっと足を伸ばしやめてあげるってことをしないとなかなか治らないパターンが多いです、ね、この大きな3つですねが主に考えられますので、脊柱管狭窄症の方はこの3つの原因っていうのをぜひ覚えておいていただければなと思います。
はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。